昨シーズン注目を集めましたフィンランドのラウラ・レピストの登場。新たなヨーロッパ女王となりましたこのレピスト。オリンピックに向けて非常に注目されるこの選手、果たしてどんなプログラムを見せるんでしょうか。アディオスノニーの風雅と神秘。ジャンプでしたが2回転ですね。その前のコンビネーションとちょっとここはつながりませんでした。ダブルアクセルは綺麗でした。トリプルサルコー、ダブルトーループ。ステップシークエンス、ラウラ・レピスト。さあ果たして得点はどうなるか。ラウラ・レピストさんの演技でした。
昨年のまあヨーロッパチャンピオンということになりますが、いかがでしたか。そうですね、途中いくつかミスがありましたけれども非常に良かったと思います。それから本当に彼女はスケートが好きなんだなと、楽しんで滑っているんだなということが本当によく見てて、感じました。こういうのが一番いいと思いますよ、はい、表情もそういう雰囲気っていうのはずっとやっぱり出てますもんね。最後までその表情、全く笑顔を崩しませんでした。総合得点110点。ラウラレピストの得点です。トータルで 110.86。 これもパーソナルベストを記録しました。